ラデュレの箱入り6個セットのマカロンラデューレとは、1862年創業の、フランスパリのパティスリー。マカロンパリジャンの発祥のお店。1862年、フランス南西部で製粉業を営んでいた、ルイエルネスト・ラデュレが、当時新興ビジネス街として栄え、フランス屈指の高級職人たちが拠点とした、パリのマドレーヌ界隈にある、 ロワイヤル通り16番地にブーランジュリーを開店したことから始まる。1871年に火災が起き、ブーランジュリーはパティスリーに生まれ変わった。内装はオペラガルニエの天井画などを手掛けた有名なポスター作家ジュール・シェレに任され、彼がロワイヤル店の天井に描いたパティシエ天使はその後のラデュレを象徴する存在となる。ラデュレの妻。 ジャーヌス・シャールは、パリのカフェと、パティスリーという二つの異なるジャンルをミックスさせることを思いつき、女性たちが自由に来られるパリで、最初のサロンドテが誕生した。二十世紀中盤、ラデュレの重廷、ピエール・デ・フォンテーヌが二つのマカロンの間にガナッシュを挟むことを提案し、これが、マカロンパリジャンの始まりとなった。以来、当時の作り方がそのまま守り続けられている。 1993年、パンやチェーンのオルデーグループの創設者である父、フランシス・オルデーと、息子で、元パン職人兼パティシエ見習いのダビッド・オルデーは、ラデューレを買収し、ダビッドがラデューレの社長となる。1997年9月、アベニュー・シャンゼリゼ75番地に、ラデューレ・シャンゼリゼを開店させた。ナポレオン三世様式の特徴である古い時代の、 大理石や浮き彫り装飾、2階にある高価な調度品で飾られた一続きの小さなサロンなど、L、アートデビーブルワラフランセーズを象徴する場所となる。現在ではフランスをはじめ、イギリス、日本、イタリア、レバノン、アメリカなど、国際的に展開している。各店舗は、ご婦人方がくつろいで、おしゃべりをたしなんでいた昔の談話サロンをイメージして、 内装が施されており、19世紀当時の内装を活かしている。ラデュレ・ロワイヤルとラデュレ・ジュネーブのタワー現代インテリアデザイナーがイメージテーマに沿って担当している。ありがとうございます。